予感、山川正雄。深い谷を隔てた小さな山の斜面にポツポツ新緑が目立ち始め、その山肌に明暗の模様を作りながらいくつかの雲の落とす影が動いている。遠く近く早春の褐色の山の起伏が連なり、それと明るくみずみずしい真っ青な空との対照は、美しいといえば美しく、和やかといえば和やかな景色だったが、でも彼はそれどころではなかった。彼は妻と並び、山腹を削り取った道を登ってゆく大型バスの座席に揺られていた。妻はキャラメルを頬張り、幼い頃のピクニックなんかの話をしている。その声がなんだか水の中で聞いているような気がするのは、つまりそれほど標高の高いところに来たせいなのだろうか。耳が痛いの？弱虫。いや、ただボワーンとしてるだけさ。彼は苦笑して答えた。だが、気がかりはそんなことではなかった。彼は自分に一種の予感の能力があるのを信じていた。当面の問題の吉凶が予知できるのである。それは、不意に背筋に走り降りる、しびれるような短い旋律で彼に報じられる。その旋律の微妙な差で、彼はそれが吉兆か凶兆かを区別するのである。その警笛が、実はさっきから背中で鳴り続けているのだ。学年試験の時、入社試験の時、そして妻と初めて会社のそばの喫茶店で出会った時。もっとも、この時は全身がガタガタと震え続け、吉か凶かの差異がよくわからなかったが。ともあれ、必ずこの旋律が、結果を彼にあらかじめ教えたのだ。でも妻はそれを信じない。信じないどころか笑い飛ばし、しまいには怒り始めるのだ。それは大変彼のプライドを傷つけることだったが、彼は我慢をして、近頃ではなるべくその予感を口に出さないようにしていた。預言者というものは元来孤独なのだ。でも幾重にも屈折する道を、大型のバスはあえぐようなエンジンのうなりを上げ、かなりのスピードで坂道にかじりつくように登ってゆく。窓ガラスに青空が旋回して、タイヤから弾け飛ぶ小石が弧を描いて、音もなく崖の下に吸い込まれる。もう黙っていることはできない。彼は立ち上がった。おい、降りよう、このバス。何ですって？妻はポカンとした。危ないんだ。ほら、あの例のやつで、僕にはちゃんとわかる。きっとこのバスは転落する。僕たちには死の危険があるんだ。またバカを言って。妻は真っ赤になり、彼の服をつかんだ。やめてよ。変なこと言うもんじゃないの。バカね。バカじゃないよ。バカよ、あなたは。狂人だわ。信じないのはわかってるよ。でも、一度ぐらい信じたっていいじゃないか。また旋律が走り落ちて、恐怖が彼の全身をつかんだ。ほんと言うと、昨夜からなんだよ。君に言うと、せっかくの旅行にケチをつけるとかなんとか、また怒ったりするから黙っていたんだ。でも、もう我慢できない。今日このバスに乗るまでに3回、乗ってからはひっきりなしに背中が悪くゾクゾクし続けているんだ。こんなひどいのは初めてだよ。とにかく、絶対にこのバスは良くないんだ。墜落する。あなた、風邪じゃないの？出なきゃ脊髄カリエスかなんかじゃない？それは
きっとお医者様に見てもらえってだけのことだわ。違う、違うったら。彼の大声が耳に入ったのか、不機嫌な顔を露骨にした運転手が振り返った。私の運転が信用できないって言うんですか。いや、いや。慌てて彼は言った。僕は事故を恐れているんだ。どんな事故かわからないし、みんなに対して関係がないかもしれない。しかし僕らには生命の問題だっていう気がする。僕の予感は正確なんだ。もう少しですよ、小猿峠までは。構わん、構わんから降ろしてくれ。僕たちは歩いて行く。中年の運転手は明らかに怒っていた。よし、じゃあ降りてもらいましょう。他のお客さん方にご迷惑だ。バスは無事に止まり、彼と妻を降ろして出発した。乗客たちはそれぞれのおしゃべりを続けながら、荷物を赤土の道に置き、真っ赤な顔で盛んに口論を続けているこの若い夫婦をバスの後方の窓から眺めた。バスはすぐカーブを切り、二人の姿は赤茶色の崖の斜面に隠れた。その日、夕刊は次のような記事を載せた。今日午後2時ごろ、バツバツ観光の大型バスが小猿峠付近でハンドルを切り損ねて転落した。幸い一段下の道に落ちただけで止まったので、乗客には死者はなかった。だが下の道を歩いていた一組の夫婦がバスの下敷きとなって即死。この夫婦はその寸前にこのバスから降りたところだった。